こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ウィッチの強さを思い知ったところです。虎穴に入っても孤児を得られずというか、死中にも勝つなしというか。そりゃ素手で戦おうとするからよ。今回も無事に岩盤到着です。溶岩なさそうと分かっている場所だったので、掘るのは気が楽でした。まずはウィッチ戦でのアイテム回収ですね。こっちは直下掘り中に集めたアイテムだし、ロスしてもいいんだけどね。いやもし本命の土ブロックがロスとしてるなら、この回収はありがたいです。さて、枝道に入ります。今のうちに、当面の目標を話しますが、変わってませんね。まあしょうがないわね。この枝道は200ブロック弱でした。土ブロック回収成功。砂利は残念ながら燃えてしまったようです。前回この石を迂回しているうちに矢で撃たれて死にました。八つ当たりも兼ねて、壊して退路確保します。さて突入します。さて、まあまあ広そうなんですが。この溶岩の明かりだったみたいですね。もうちょっと踏み込んでみます。あ、バイバイ。直線採掘に戻ります。ざっと30分掘って見つけた溶岩海ですが、狭すぎですね。今度は、池を見つけました。地下にできる池を見つけたのは、そういえば初めてです。今まで見つけたものは、全部水源が一つだけだったものね。周囲を広げてみたところ、洞窟に繋がっていたりはしないようです。釣りをするならやりやすそうです。また溶岩見つけましたがちっちゃすぎ。明かりにはなるわね。さらにそこから45分掘ったところでまた溶岩見つけました。右からクモの声がするのでちょっと広げてみます。残念普通の雲でした。でももう2時間近くはまっすぐ掘ってばかりなんですよ。ちょっと突入したい気もします。どうしよう。スケルトンがいるなら何もないか。さらに2分掘り進んだところです。あ、レール。おー、ついに廃坑を掘り当てたわね。今のプレイ時間はワールド生成から13時間半ほど経過したところです。ってなんでやめるの？いやちょっと手が震えそうです。休憩挟みます。それじゃ、改めて。廃坑きたー。廃坑、廃坑、廃坑、廃坑。うっさいゾンビよりうっさい。はい。というわけで突入します。まずはどれだけ広くエリアを確保できるかが鍵なんですが、突破されすぎ。レールが邪魔して通路中央にブロックが置けないんですよ。そっか、レールの位置にはブロック置けないものね。置いた土ブロックに引っかかって後続がつけないです。よし、今のうち。また突破されてるし、ああもうめちゃくちゃね。爆風巻き込みが中途半端。いやこれは敵を懐深くまで侵入させて、補給ラインを断つ作戦です。誰が補給ラインを断つのよ。手が空いたら私がやります。よし、作戦成功。単に前線を全滅させただけじゃない。あ、これゾンビスボーンですね。これで食料問題解消です。いや今なら釣り竿を作れるか。それにしても、今まで素手でプレイ慣れしてきた経験が、今生きてます。もしプレイ慣れしてないうちにこれに出くわしてたら、とても制圧できなかったですよ。それはそうね。さて、今制圧エリアにある木材は6つだけです。作業台で4つ、あとは棒にして。ちょっと足りないですから、さらに制圧します。よし、これで、あの奥の3個までは木材確保できます。なんとかギリギリ木のつるはしが作れそうです。とりあえず木材6つを取得しました。ここは念のため封鎖しておきます。さて、いよいよ待ちに待った作業台作成です。できた。ついにやり遂げた。おお、やっとこれでクラフトできる。実績解除されないのね。まだ原木取ってないからか。残りの木材を確保します。ちょっと危ないんですけどね。さて、お待ちかねのクラフトタイムですが、この限られた材料で何を作るかが重要ですね。木のつるはしを作るまではいいとして、棒が2本しか残らないんです。そこからは、石のつるはしか、石の剣と松明のセットの2択かな。ここでどちらを作るかは、プレイスタイルで分かれそうね。コースとしては、やはり、石のつるはしを取るべきでしょう。やっと石器時代になったわね。まだまだ先の時代に行きますよ。石のつるはしがあれば、鉄が取れますから。さて、釣り竿やベッドも作らないと。蜘蛛の糸が14個欲しいです。全然足りない。そろそろここも制圧しましょうか。大丈夫？剣も松明もないでしょ。まず先に、壁の中を迂回して、向こうの木材を確保します。よし、木材2つ確保。毒蜘蛛がいたら厄介でしたが、いなかったですね。これでやっと松明が作れます。これで制圧完了です。あれ、まだいるわね。なぜか寄ってこないですね。火薬か。まあポーションの材料に使えるかな。地下では入手困難なものだし、まあよしとします。あらかた。この辺りを取るもの取って片付けました。何気にチェストが手に入ったのは大きかったかも。釣り竿とベッドのどちらを優先すべきか迷うところなんですけど、ハート回復を考えると、ここは釣り竿優先にすべきですね。さて、それでは他の道具とベッドを作る材料を集めしましょうか。あれは人参。あれは絶対取りたいです。急がないと。クリーパーに爆破されないように慎重に。よし、突入します。蜘蛛ならいける。ここで人参取れたのはでかいです。釣り竿いらなくなっちゃったかな。これで制圧。まあこんなもんですね。案外楽勝でした。それじゃ、材料集めにしゃれ込みます。だいたい集め切りました。いい仕事した。久々に、ゲームが進んだって感じがします。今、シューって言ってなかったですよ。そういえばカウントダウンなしだったわね。何が起こったのかな？あと少しでベッド作れたのに。マイクラはまだまだ奥深いわね。